はいえー、と今回のタイトルはビットコインですね。ビットコインと例のやつにしましょうか。まあ、ビットコインという言葉を使うのは、まあ、象徴的な言葉なんですけども、暗号通貨と言ってもいいかもしれよ、ね、ませんね。私はあのビットコインによって、まあ、利益を得た人間の一部でございます。それからですね、ビットコインに類するものとしてアルトコインというものがありましたけども、まあ、XRP ですとかね、ADA。この2つは私は主にあの資金を投じてるんですけども、とても先行者ではなかったです。 ただですね、FX の理屈がありますんで、別に先行者じゃなくても勝てるわけなんですよで。ADA に関しましては完全な先行者利益ですね。上場前に仕込んでおいて、上場後に値上げしたと。 おすごいね倍率で上がりました。数十倍から数百倍になってますから、これはどうやってもね、含み益はずっと続くんだろうなという感じでございます。その他、XRP っていうのも上々後だったんですけども、もう2度ぐらいのね、ブームの後で私、購入してるんですよ。まあ、なんで購入したかっていうと、それはですね、暗号通貨とか世の中のおおよそ価値のあると思われてるものっていうのは、そう思う人がいるから価値がつくんですよ。 さあ、車を例えて言いましょうかよく車が例えに出てますけども車っていうのは移動手段と見た場合ほとんどの人にはあ安くてね軽くてねで、まあ、安全にというもの軽自動車が選ばれるわけなんですけども一部ですね、えー、走行とか実用性に全く組みしない車のファンっていうのもいるんですよ。まあ、燃費は悪いと。 重重量はいいと税金高いコストがかかるこういったものをね押してしかも希少車ってものをわざわざ選んで買う人がいるわけですよさあこういう方にはどんなセンスがあるかなというところですねそれは希少価値というセンスですね今すぐは使えないけども将来的には球数が少なくってなってくるから求められるだろうみたいなことですよね、えー、とかくですね私はあのアメ車ってものを手に入れましてトランザムってものを83年式を買いまして非常にですね ドライブととしてはあまり良くないというものはありますでもそのそのね古い車ガタガタの車を買ってどこに価値を感じるかそれはですね古いということなんですよ不思議ですよね人は価値がないと思われているものですら価値を見いだしたりするわけなんですよそうなんですよ一人一人価値の感じ方は様々ですでアウトプットする側としてはそれにどのようなスパイスを利かして発信するかってことが大事なんですよねまあ私がですね暗号通貨関連で大きな利益を得ているといえば もしかしたらね、情報発信なのかもしれません。もっと言えばですね、暗号通貨や ICO で失敗した方と私は出会って、そこで新しいドラマを始めていく、ここにこそね、新しい価値を作り出しているのかもしれませんよね。暗号通貨とかね、えー、それから、何ですか、ICO で失敗した方が、私のところに来て、例のやつで資金を増やしていただく、増やした資金を今度は FX というね、トレーニングの題材にしていただくということでね、資金的な問題を解決する方は、ここ2年でもだいぶ増えてきました。 本当にありがたいことだと思います。でも全てはですね、暗号通貨 ICO で痛い目を見たってところがきっかけになってるんですよね。だから暗号通貨、あそれからね、えー、ビットコインでもいいですよ。それで痛い目を見たっていう経験を無駄遣いしないでほしいと。失敗から学んでほしいなと私は思うわけなんですよ。えー、今回のね、放送は以上でございます。